ハンス・クリスチャン・アンデルセン、矢崎玄九郎役、ナイチンゲール。中国という国では、皆さんもご存知のことと思いますが、皇帝は中国人です。それから、おそばに仕えている人たちもみんな中国人です。さて、これからするお話は、 もう今からずっと昔にあったことですけれどそれだけにかえって今お話ししておく方がいいと思うのですなぜってそうでもしておかなければ忘れられてしまいますからね皇帝の住んでいる御殿は世界で一番立派な御殿でした何もかもが立派な瀬戸物で作られていましたそれには随分お金がかかっていました ただ、とっても壊れやすいので、うっかり触りでもすれば大変です。ですからみんなはよく気をつけなければなりません。お庭には、世にも珍しい花が咲き乱れていました。中でも一番美しい花には、銀の鈴が祝いつけてありました。その鈴は、大層良い音を立てて、リーンリーンとなりましたので、 そのそばを通るときには誰でもつい花の方に気を取られるほどでした本当に皇帝のお庭にあるものは何もかもがさまざまな工夫を凝らしてありましたおまけにそのお庭の広いことといったら驚いてしまいますお庭の手入れをする植木屋でさえも一体どこがお庭の終わりなのか見当もつかないくらいだったのです そのお庭をどんどん歩いていくとこの上もなく美しい森に出ましたそこには高い木々が茂っていて深い湖がいくつもありました森は青々とした深い湖の岸まで続いていて木々の枝は水の上まで広がっていました大きな船でも帆張ったままその下を通ることができましたさて その枝に一羽ののナイチンゲールが住んでいましたその歌声は本当に素晴らしいものでした。ですから仕事に忙しい貧しい漁師でさえも夜網を打ちに出てナイチンゲールの歌声を耳にすると思わず仕事の手を休めてはじっと聞き入ったものでした。ああなんという綺麗な声だと漁師は言いました。 けれどもままた仕事にかからねばなりませんそれで鳥のことはそれなり忘れてしまいましたけれどもまた次の晩漁に出かけてナイチンゲールの歌を聞くと漁師はまた同じように言うのでした「ああ全くなんという綺麗な声だ」世界中の国々から旅行者が皇帝の都にやってきました。 みんなは御殿とお庭を見るとその素晴らしさにただただ驚きましたところがナイチンゲールの歌声を聞くと「ああこれこそ一番だ」と口々に言いました旅行者たちは自分の国へ帰ると早速そのことを人に話しました学者たちは皇帝の都と御殿とお庭とについていく冊もいくつも本を書きました もちろんナイチンゲールのことを忘れるようなことはありませんそれどころかナイチンゲールは一番優れたものとされました詩を作ることのできる人たちはあの深い湖のほとりの森に住んでいるナイチンゲールについてそれはそれは美しい詩を作りましたこういう本は世界中に広まりました ですかからそののうちのいくつかは自然と皇帝の手にも入りました。皇帝は自分の金の椅子に腰掛けて何度も何度も繰り返し読みましたそしてひっきりなしにうなずきましたそれもそのはず自分の都や御殿やお庭のことが美しく書かれているのを読むのは嬉しいことに違いありませんからねしかし何と言ってもナイチンゲールが一番優れている とそこには書いてありましたこれは何じゃと皇帝は言いました。ナイチンゲールじゃとそのような鳥は知らんわい。そんな鳥がこのわしの国にいるんじゃとおまけにわしの庭にいるそうじゃが、はて、わしはまだ聞いたこともないが、本を読んで初めて知ったというわけか。そこで皇帝は侍従を呼びました。このジジュは 大層身分の高い人でしたので自分より位の低い者がこわごわ話しかけたり何か尋ねたりしてもただ「プー」と答えるだけでした無論この返事には何の意味もありません「我が国に世にも珍しい鳥がおるそうじゃなナイチンゲールとか申すそうじゃが」と皇帝は言いました 何でも我が大帝国の中で一番優れたものだということじゃ、なぜ今までわしにそのことを一言も申さなかったのか。私は今までにそのようなもののことを聞いたことがございません。と侍従は申しました。今日までそのようなものが宮中にまかり出たことはございません。今夜にも早速そのものを連れてまいて、わしの前で歌わせてみよう。 と皇帝は言いました世界中の者のが知っておるというのにわしだけが自分の持っているものを知らんとはあきれ返った話じゃ私は今までにそのようなもののことを聞いたこともございませんと侍従は言いましたですが必ずそのものを探し出し見つけてまいりますでも一体どこへ行ったら見つかるのでしょう ジジは階段という階段を上がったり降りたり広間を駆け抜けたり廊下を走り回ったりしましたしかし誰に出会ってもナイチンゲールのことを聞いたという人は一人もいないのですそれでジジはまた皇帝のところへ駆け戻っておそらくそれは本を書いた人たちの作り話に違いございませんと申し上げました 陛下が書物に書かれておりますことを全てお信じになりませぬようお願い申し上げます。中にはいろいろな作り事もございますし、また妖術などと言われておりますようなものもございますので。だが、わしが読んだという本は、と皇帝は言いました。立派な日本の天皇より送られてきたものじゃ、それゆえ嘘偽りの書いてあろうはずがない。 わしはぜがひでもナイチンゲールのの歌うのを聞きたいどうあっても今夜ナイチンゲールをここへ連れてまいれ何を置いても一番かわいがってやるぞしかしもしも連れてまいらぬ時はよいか宮中の役人どもは夕食のあとで一人残らず腹をぶつことにいたすぞ」。侍従はまたまた階段を上がったり降りたり広間を駆け抜けたり廊下を走り回ったりしました。 すると宮中のお役人の半分もの人たちが一緒になって駆けずり回りました誰だってお腹をぶたれるのは嫌ですからねこうして世界中の人々が知っているのに宮中の人たちだけが知らない不思議なナイチンゲールの創作が始まったのですとうとうしまいにみんなは台所で働いている貧しい小娘に出会いました ところが娘はこう言いました。ああ、ナイチンゲールのことでございますかそれなら私、よく知っておりますわ。はい、本当に上手に歌います。毎晩、私はお許しをいただきまして、かわいそうな病気の母のところへお食事の残り物を少しばかり持ってまいりますの。母は浜辺に住んでいるのでございます。私が御殿へ戻ってまいりますとき、 疲れて森の中で休んでおりますと、ナイチンゲールの歌声が聞こえてくるのでございます。それを聞いておりますと、思わず涙が浮かんでまいります。まるで、母が私にキスをしてくれるような気持ちがいたしますの。これこれ、娘、とジジューが言いました。わしたちをそのナイチンゲールのところへ連れて行ってくれ。その代わり、わしはお前をお台所の役人にしてやろう。 その上皇帝様がお食事を召し上がるところも見られるようにしてやろう。というのは皇帝様が今夜ナイチンゲールを連れてくるようにとおっしゃっておいでなのでな。それからみんなでナイチンゲールがいつも歌を歌っているという森へ出かけました。宮中のお役人も半分ほどの人たちがぞろぞろとついていきました。 こうしてみんなが遺産で歩いていくと一匹のメウシが鳴き始めましたあああれだとコシたちが言いましたやっと見つかったぞだがあんなちっぽけな動物なのにずいぶん力強い声を出すんだなだけどあれなら前にも確かに聞いたことがあるぞいいえあの牛はメウシでございます とどころの小娘が言いました。その場所まではまだまだかなりございます。今度は沼の中でカエルが鳴きました。なるほど素晴らしい。おお聞こえる聞こえる。まるでお寺の小さな鐘が鳴っているようだのうと宮中好きの中国人の坊さんが言いました。いいえいいえあれはカエルでございます。とお台所の小娘は言いました。ですが、 もうじき聞こえると思いますやがてナイチンゲールが泣き始めましたあれでございますと小娘が言いましたお聞きくださいお聞きくださいそらそらあそこにおりますわ <laughs> こう言いながら娘は上の方の枝に止まっている小さな灰色の鳥を指差しました <laughs> これは驚いたなとジジが言いました あんなものとは思いもよらなかった。普通のつまらん鳥と少しも変わらんではないか。さては、こんなに大勢、偉い人たちが来たものだから、鳥のやつ、色を失ってしまったんだな。かわいいナイチンゲールさん。と、お台所の小娘は、大きな声で呼びかけました。私たたちのお恵み深い皇帝様があなたに歌を歌ってもらいたいとおっしゃってるのよ。 この上もないい幸せでございます。ナイチンゲールはこう言って何とも言えないきれいな声で歌いました。まるでガラスの鈴が鳴るようではないかと侍ジ従ジが言いました。あの小さな喉を見なさい。なんとまあよく動くではないか。わしたちが今までこれを聞いたことがないというのは全く不思議なくらいだ。しかしこれなら宮中でもきっとうまくやるだろう。 もう一度皇帝様に歌って差し上げましょうか。ナイチンゲールは皇帝もそこにいるものと思ってこう言いました。「これはこれは素晴らしいナイチンゲール殿」と侍ジ従ジは言いました。今夜あなたを宮中の宴会にお招きするのはわしにとって大きな喜びです。宮中へ参りましたらあなたの美しい声でどうか皇帝陛下の御心をお慰め申し上げてください。 私の歌はこの緑の森の中で聴いていただくのが一番良いのでございます」とナイチンゲールは言いましたけれども皇帝がお望みになっていると聞いたので喜んで一緒についていきました御殿の中はきらびやかに飾り付けられました 瀬戸物でできている壁や床は幾千もの金のランプの光でキラキラと輝きました本当に鈴のような音を立てて鳴るこの上もなく美しい花々がいくつもいくつも廊下に置かれましたそこを人々が走り回ったり風が吹き込んできたりするとどの花も一斉にリンリンとなりましたので人の話も聞こえないくらいでした皇帝のいる 大きな広間の真ん中に金の泊まり木が置かれましたそこにナイチンゲールが泊まることになっていたのですこの広間に宮中のお役人が一人残らず集まりましたお台所の小娘も扉の後ろに立っていてよいというお許しをいただきました何しろ今ではこの小娘も宮中お料理人という名前をいただいているのですからね 誰も彼も彼が一番立派な服を着ていましたみんなは小さな灰色の鳥の方をじっと見ていましたその時皇帝が鳥に向かってうなずいて見せましたするとナイチンゲールがそれはそれは美しい声で歌い始めましたみるみるうちに皇帝の目には涙が浮かんできてやがて方を伝わって流れ落ちました するとナイチンゲールは、ますます綺麗な声で歌いました。それは、人の心の奥底まで染み通るほどでした。皇帝は心から喜んで、自分の金のスリッパをナイチンゲールの首にかけてやるようにと言いました。ところがナイチンゲールはお礼を申し上げて、ご褒美はもう十分いただきましたと申しました。私は、 皇帝陛下のお目に涙が浮かびましたのをお見受けいたしましたそれこそ私にとりましては何にも勝る宝でございます皇帝陛下の涙には不思議な力があるのでございます本当にご褒美はそれで十分でございますそう言うとまたまた人の心をうっとりさせる美しい甘い声で歌いました まあなんてかわいらしいお世辞を言うのでしょうと周りにいた貴婦人たちが言いましたそれからというものこの婦人たちは誰かに話しかけられると口の中に水を含んで喉をコロコロ言わせましたこうして自分たちもナイチンゲールになったような気でいるのでしたいや侍従や侍女たちまでも満足している様子を表しましただけど ここのことは大変な,ことな,のですよなぜってこの人たちを満足させるなどということはとてもとても難しいことだったのですからこういうわけでナイチンゲールは本当に大成功を収めましたナイチンゲールは宮中にとどまることになりました自分の鳥かごもいただきましたそして昼には2度夜には1度 毎日散歩に出かけるお許しもいただきました。でも散歩に行く時にも12人の召使いがお供についていくのです。おまけに召使いたちは絹のリボンをナイチンゲールの足に祝いつけてそれをしっかりと持っているのです。こんなふうでは散歩に出かけたところでちっとも楽しいはずがありません。町中の人たちは夜と触るとこの不思議な鳥の噂をし合いました。 二人の人が道で出会うと決まってその一人がナイチンと言いました。するともう一人はその後を受けてゲールと答えました。そして二人はほっとため息をつくのでした。これで二人にはお互いの気持ちがよくわかったのです。またそればかりではありません。食料品屋の子供などは11人までもがナイチンゲールという名前をつけてもらいました。 もっとも名前ばかりはいくらよくっても声のいい子は一人もいませんでしたがねある日のこと大きな包みが皇帝の手元へ届きました見ると包みの上にはナイチンゲールと書いてありますまたこの有名な鳥のことを書いた新しい本が来たようじゃなと皇帝は言いましたけれどもそれは本ではありませんでした 箱のの中に入っていたのは小さな置物です見れば本当によくできていて生きている本物にそっくりのナイチンゲールでしたその上体中にダイヤモンドやルビーやサファイアが散りばめてありましたこの作り物の鳥はネジをまけば本物の鳥が歌う歌の一つを歌いましたそして歌を歌いながら王を上下に振り動かすので そのたびに金や銀がピカピカ光りました首の周りに小さなリボンが下がっていてそれには「日本のナイチンゲールの皇帝は中国のナイチンゲールの皇帝に比べると見劣りがします」と書いてありました「これは素晴らしい」とみんながみんな申しましたそしてこの作り物の鳥を持ってきた男は早速宮中ナイチンゲール持参人 といいう名前をたただきましたでは2羽の鳥を一緒に歌わせてみようそうすればきっと素晴らしい二重唱になるだろうこうして2羽の鳥が一緒に歌うことになりましたところがさっぱりうまくいきません本物のナイチンゲールは自分勝手に歌いますし一方作り物の鳥はワルツしか歌わないのですから この鳥には何の罪もございませんと学長が申しましたことに表紙も正しゅございますし私の流儀にもぴったり合っておりますそこで作り物の鳥が一人で歌うことになりました作り物の鳥は本物のナイチンゲールと同じように見事に成功しましたいや見たところではかえって本物よりもずっと美しく見えました まるで腕輪かブローチのようにキラキラ輝いたからです作り物の鳥は同じ一つの歌を33回も歌わされましたしかしそれでも疲れるということはありませんでした人々はまた初めから聞きたいと申しましたが皇帝は今度は生きているナイチンゲールにも何か歌わせようと言いましたところがあの鳥はどこにいるのでしょう 姿が見えないではありませんかいつの間にか空いている窓から飛び出して緑の森へ帰っていってしまったのですけれどもそれには誰も気がつかなかったのですいやはや何たることじゃと皇帝は言いました宮中の人たちは口々にナイチンゲールのことを悪く言って何という恩知らずの鳥だと言いましただが私たちのところには一番いい鳥がいる と人々は言いましたこうして作り物の鳥はまたまた歌わされることになりましたこれでもう34回目です歌う歌はいつも同じなのですがまだ誰もその歌をすっかり覚えることができませんでしたそんなにも難しい歌だったのですそんなわけで学長はこの鳥を褒めちぎりました 確かにこの鳥は本物のナイチンゲールよりも優れています。例えば着ているものにしても、たくさんの美しいダイヤモンドにしても、そればかりか体の中にしても間違いなく優れていますと。と申しますのは陛下及び皆々様。本物のナイチンゲールの場合には、どんな歌が飛び出してまいりますやら私どもには見当もつきません。ところが作り物の鳥の場合には何でもきちんと決まっております。 しかも、いつも決まった通りであって、それと違ったようになることは決してございません。私どもはそれを説明することができるのでございます。中を開きまして、人間がどのような工夫を凝らしたかを誰にでも見せることができるのでございます。例えば、ワルツはどんな風に入っているか、そしてどんな風に動くか、そしてまた、どの曲の後にどの曲が続いてくるかということなども明らかにすることができるのでございます。 私もそう思います」とみんなは口々に言いました。学長は次の日曜日にこの鳥を国民に見せてもよいというお許しをいただきました。では歌も聴かせてやるがよいと皇帝は言いました。人々はその歌を聞くとまるでお茶に酔ったようにとても楽しくなりました。 このののお茶に酔ううというのは全く中国式なのですみんなは「おう」と言って人差し指を空に向けてうなずきましたけれども本物のナイチンゲールの歌うのを聞いたことのあるあの貧しい漁師たちだけはこう言いました確かにいい声だし姿もよく似ているだがなんとなく物足りないなそれがなんだかはわからないが 本物のナイチンゲールはとうとうこの国から追い出されてしまいました作り物の鳥は皇帝の寝床のすぐそばに絹の布団をいただいてその上にいることになりましたあっちこっちから送られてきた金だの宝石だのがその周りに置かれました作り物の鳥には皇帝の御神出月歌手という名前をいただき 位は左側第一位に上りました皇帝は心臓のある左側の方が右側よりも優れていると思っていたからですやっぱり皇帝でも心臓は左側にありますからね学長は作り物の鳥について二十五冊も本を書きましたその本は大変学問的で大層長くおまけにとんでもなく難しい中国の言葉で書いてありました けれどもみんなはそれを読んでよく分かったたと言いましたなぜってそう言わなければバカ者扱いされてお腹をぶたれてしまいますからねこうして丸一年経ちました今では皇帝も宮中の人たちもその他の中国人たちもみんなこの作り物の鳥の歌う歌ならどんな小さな節でもすっかり空で覚えてしまいました。 それだからこそ、みんなはこの鳥を一番素晴らしいものに思いました。みんなは一緒に歌うこともできるようになりました。そして、実際一緒に歌いました。通りの子供たちまで、チチ,チクルッククルックと歌いました。皇帝も一緒になって歌いました。本当に、またとない楽しいことでした。ところがある晩のことです。 作り物のの鳥がいいつものようにに上手歌歌を歌い皇帝が寝床の中に入ってそれを聞いていますと急に鳥の体の中でプスッという音がしましたそして何かが跳ね飛びましたとたちまち歯車という歯車がプルルルルと空回りをして音楽がはたっとやんでしまったではありませんか皇帝はすぐさま寝床から羽を着てお医者様を呼びました ででもお医者様に何ができましょうそこで今度は時計屋を呼んでこさせました時計屋はいろいろと尋ねたり調べたりしてからどうにか元のように直しましたところがこれは大切にしていただかなくては困ります拝見いたしますと辛抱がすっかりすり減っておりますがといって音楽がうまくなるように新しい辛抱を入れ替えることはできないのでございますから とということでしたさあ何という悲しいことが降って湧いたのでしょう。これからは作り物の鳥の歌を一年にたった一度しか聞くことができなくなったのです。おまけにそれさえも厳しく言えばまだまだ多すぎるというのです。けれども学長が難しい言葉で短い演説をして「これは以前と同じようによろしい」と申しました。 確かにそう言われてみれば前と同じように良いものでしたいつの間にか5年の年月が経ちました今度は国中が本当に大きな悲しみに包まれました国民は誰もが皇帝を心から慕っていましたがその皇帝が病気になって人の噂ではもうそんなに長くはなかろうということなのです ももう新ししいい皇帝も選ばれていました人々は表の通りに出て「皇帝のお具合はいかがですか?」と侍従に尋ねました「プー」と侍従は言って頭を振りました皇帝は大きな美しい寝床の中に冷たく青ざめて休んでいました宮中の人たちはもうお亡くなりになったものと思って みんな新しい皇帝にご挨拶するためにかけていってしまいました。お月の召使いたちもさっさと出て行って皇帝のことをおしゃべりしていました。女官たちはといえば賑やかなお茶の会を開いていました。周りの広間や廊下には足音がしないように絨毯が敷き詰めてありました。そのため辺りはそれはそれはひっそりとして静まり返っていました。 ところが皇帝はまだ亡くなったのではありません。体をこわばらせながら青ざめた顔をして、周りに長いビロードのカーテンと重たい金の房の垂れ下がっている立派な寝床の中にじっと寝ていました。そのずっと上のところに窓が一つ開いていて、そこからお月様の光が差し込んで皇帝と作り物の鳥とを照らしていました。 気の毒な皇帝はもうほとんど息をすることもできませんでした。まるで何かが胸の上に乗っているような気がしました。そこで目を開けてみると、胸の上に死神が乗っているではありませんか。死神は頭に皇帝の金の冠をかぶって、片手に皇帝の金の剣を持ち、もう一方の手に皇帝の美しい旗を持っていました。 周りの大きなビロードのカーテンの日だからは怪しげな顔がいくつもいくつものぞいていました。中にはものすごく醜い顔もありましたが和やかな優しい顔も見えました。それらは皇帝が今までにやってきた悪い行いと良い行いだったのです。今死神が皇帝の胸の上に乗りましたのでみんなは皇帝を眺めていたのです。 「これを覚えていますか?」とそうししたた。顔は次々にきまこれを覚えていますかこうして怪しげな者たちがいろいろなことをしゃべりだしたのでとうとう皇帝の額から汗が流れ出しました「そんなことは何も知らん」と皇帝は言いました「音楽だ音楽だ大きな中国太鼓を叩け!」と大きな声で言いました。 この者どもが言うことが何も聞こえんようにしてくれ。けれども怪しげな顔はなおもしゃべり続けました。死神はと見ればまるで中国人そっくりにいちいちみんなの言うことにうなずいているのです。音楽だ音楽だと皇帝は叫びました。これ、かわいい優しい金の鳥をどうか歌ってくれ歌ってくれ わしはお前に金も宝石もやったではないか。わしの手でお前の首の周りに金のスリッパもかけてやったではないか。さあ、歌ってくれ。歌ってくれ。それでも鳥はやっぱり黙ったままでした。ネジを巻いてくれる人が誰もいないのです。ネジを巻かなければ歌うはずがありません。死神は、 相変わらず大きな空っぽの目で校庭をじっと見つめていました。辺りはひっそりとして気味の悪いほど静まり返っていました。とその時です。窓のすぐそばからそれはそれは美しい歌が聞こえてきました。それは生きているあの小さなナイチンゲールでした。 たたった今、外の木の木枝に飛んでできて歌い始めたた。ところでしたナイチンゲールは皇帝がご病気だと聞いてそれでは歌を歌って慰めと希望とを与えてあげようと飛んできたのでしたナイチンゲールが歌うにつれて怪しいものの影はだんだん薄くなっていきましたそればかりではありません皇帝の弱りきった体の中を血が勢いよくぐんぐん巡り始めました 死神さえも綺麗な歌声にじっと耳を傾けて聞き入りましたそしてしまいには「もっと続けろ小さなナイチンゲールもっと続けろ」と言いました「ええ歌いましょうでもその代わり私にその立派な金の剣をくださいその美しい旗をくださいそれからその皇帝の冠をください死神はナイチンゲールが歌を歌うたびに宝物を一つずつ渡しました ナイチンゲールはどんどんん歌い続けました。それは真っ白なバラの花が咲き庭床の花が良い匂いを放ち青々とした草が後に生き残った人々の涙で濡れる静かな墓地の歌でしたそれを聞くと死神は自分の庭が恋しくなって冷たい白い霧のようにふわふわと窓から出て行ってしまいましたありがとうありがとう と皇帝は言いました天使のような可愛い小鳥よ。わしはお前をよく知っているぞ。お前をこの国から追い出したのはこのわしじゃ。それなのに、お前は歌を歌って、あの悪いやつどもをわしの寝床から追い出してくれ、わしの胸から死神を追い払ってくれた。お前にどういうお礼をしたらよいかな。ご褒美はもういただきました。とナイチンゲールは言いました。 私が初めて歌を歌いました時陛下のお目には涙があふれましたあのことを私は決して忘れはいたしませんそれこそ歌う者の心を喜ばす何よりの宝なのでございますでも今はもうお休みくださいませそして元気に丈夫におなりくださいませでは私が歌を歌ってお聞かせいたしましょう そしししてナイチンゲールは歌い出しました皇帝はすやすやと眠りましたそれは本当に安らかな気持ちの良い眠りでしたお日様の光が窓から差し込んできて皇帝を照らす頃皇帝はすっかり元気になって目を覚ましました見ればおそばの者たちはまだ誰一人戻ってきてはおりません みんながみんな皇帝はもうお亡くなりになったものと思い込んでいたのです。でもナイチンゲールだけはずっとそばにいて歌を歌い続けていました。お前はこれからはいつもわしのそばにいておくれと皇帝は言いました。お前は歌いたい時にだけ歌ってくれればよいのだ。この作り物の鳥などは粉々に砕いてくれよう。 「そんなことはなさらないでくださいませ」とナイチンゲールは申しました。あの鳥もできるだけのことはしてまいったのでございます。今までのようにおそばにお置きくださいませ。私は御殿に巣を作って住むことはできません。でも私の好きな時に来させていただきとうございます。そうすれば私は夕方窓のそばのあの枝に泊まりまして、陛下がお喜びになりますように。 そしてまたお考えが深くなりますように歌を歌ってお聞かせいたしましょう。私は幸せな人たちのことも苦しんでいる人たちのことも歌いましょう。また陛下の周りに隠されている悪いことや良いことについても歌いましょう。歌を歌う小鳥は貧しい漁師や農家の屋根の上をも飛び回りますし陛下やこの御殿から離れた 遠いいいいととこころろにいる人たちののへも飛んでいくのでくございます私は陛下の冠よりもお心の方が好きなのでございます。と申しましても陛下の冠の周りには何か神々しいものの香りが漂ってはおりますが私はまた参りまして陛下に歌をお聞かせいたします。ですが一つだけ私にお約束をしてくださいませ。 何でもいたす」と皇帝は言って自分で皇帝の着物を着て立ちましたそれから金でできている重たい剣を胸に当てて誓いましたでは一つだけお願いしておきます陛下に何もかも申し上げる小鳥がおりますことをどなたにもおっしゃらないでくださいませそうしますれば一層うまくまいりますでしょうこう言ってナイチンゲールは飛んでいきました 召使いたちがお亡くなりになった皇帝を見に入ってきましたややみんなはびっくり仰天してそこに立ち止まってしまいましたすると皇帝が言いました「おはよう。